こんばんは、平井博明です。左肘引いちゃってませんかね。どうでしょう。平井博明のワンナップゴルフ。左肘引いてる人って本当は回ってないってなんかの動画で言ったんですけど、知ってました？こうやってやってこの関係のまま体回転するとここまで来るんですよ。こうやってこれだと回った気、フィニッシュ取った気になるんですけど、これで体戻すとここまでしか回ってないですよね。だからこういうスイングなんですよ。これじゃ飛ばないですよね。だから結局このまんまここに来れてるかどうかなんですよ。こういうこと。おー、うん、これだったら肩回ってるじゃないですか。したら左肘も引けないんですよ。何回目だろうこれ。右肘も伸びてるってこと？右肘も伸びてる。こうやって、あ、左肘は右肘が完全に伸びれば多少曲がるんだけど、うんうん、畳む準備するから、うんうんうん、だけどフォロースルーで右腕が地面と平行になった時には完全に伸びてる、うん、じゃあ右肘伸ばそうとしたら左肘も伸びる。伸びようとする。だから遠いフォロースルー、大きいフォロースルーになってくるんだけど、うん、これがね意外とねこうなんだよね。なるなるよね。なるし、今日来るとき、ここ来るときに YouTube 見ながら来たのね、うん、そしたら俺全然ゴルフのチャンネルとか見ないのに、うん、左肘が伸ばせない人みたいなゴルフの動画出てきて、全然俺見ないのゴルフ。それね、うん、回転、とにかく上半身の回転が足りない、うん、上半身回転するとカットに入るからって言うんだけど、うん、入らないのね。俺もうそれがねどうしよう、なんでそれ直せないのと思っちゃう。あ、軸が傾いてるからカットに入るのよ、うん、肩回せば、うん、こうってなるじゃん、うん、そう、こうやってなってて肩回したらアッパーになるに決まってんじゃん、うん、なる。だから軸問題、本当だ、カットに入んない。そうだからこうなってたらカットに入らないのよ。なんでかなと思って、あのお客様じゃないですよ言ってんのは僕が。なんでかなと思って。え、でもなんならじゃああれカットに入っても回した方がいいぐらい。回した方がいい、左肘引けるんだったら。そう、ただただ綺麗なスライスになるだけだから、左に引っ張れて、うん、ちゃんと真ん中に戻ってくる。そう、でそれが嫌だったら軸を変えればいいんだから。あ、じゃあ先にやるのはそれってこと、うん、カットに入っても回った方がいい、うんうん、そう、回るのが優先で、その後に軸調整すればいいじゃんって話。そう、ドロー打ちたかったらここかここにすればいいだけ、うん、でも肩は絶対回るから。変な話、右肩止めてこう出すなんて即席だから、それじゃうまくはなんないよね。ゴルフを知れないし、回転運動だから下じゃなくてね、上の回転でボールを飛ばさなきゃいけないから、それがすごく重要なんですよ。でもさっきのでちょっと思ったんだけど、じゃあ回そうとします、うん、けどそのヘッドをね、フォローを遠くに遠くにやろうとしないで回そうとしたら、うん、やっぱ引けるよね。近くで回ろうとしたら、近くで回ろうとしたら引ける。それもダメだね。じゃあダメ。そういうことか、遠くに出しながら回るのか。そう、伸ばしていかなきゃいけない、遠くに。だから前に前に伸ばすんだ、うん、だからバックスイングの大きさよりフォローの大きさの方が絶対大きいし、いくらゆっくりでもいいのよ。でその時の注意点だけちょっとお伝えします。大きくしようとすると、大きくするのかって、こうね、はいはいはい、こう大きくする、ここの先端が一番遠いところ、うんうんうん、ここじゃなくて、うん、ここじゃなくて、うん、そう、それ重要です。アウトに大きくっていうとこう出す人がやっぱ多いんだよね、うん、そう、こうね。アドレスを取った頭の先端に壁があって、うん、でその壁の端っこをここにします、うん、こっから先にこういう壁があったら、うん、壁のこっち側をこうやって叩く、こうやって、あ、うん、叩けなかったらドローを打てない、まっすぐ飛ばせない、高い球打てない。ここの壁にこう刺しちゃうから、こうやって、うんうん、バリ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 って、うん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 、こうだからね、こうこうこう横じゃないよ、前の壁にこうね、こう、こうやって出さないと、こうやって、へえ。だからインパクトから、うん、この3時ぐらいまでは、うん、ここがまっすぐだ、こうじゃないから、はいはいはい、
こうやってやって、うん、こうやってまっすぐ。だからこうなんだよ。ここら辺に筒置いといてこっち側触ってねって感じなんだ。あ、そう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 、こういう感じだから。もうはあ。プラスこことここにリングがあって、うん、それを下からこうやって通すから。こうやって。なんかそういう道具作れば。リングがついてて、なんか棒が立ってて。ああいいね。それをクリアしようとしたらそういうスイングになるよね、うんうん、しかもそれ内側にあるんでしょ。めっちゃむず。こう構えてるとします、うん、でボールがあるでしょ、うん、でドロー軌道って、うん、多少ないともこうインサイドアウトになる、うん、だからこういう線と、うん、こういう線と、うん、こういう線がこうやってある、うんうんうん、なんかこういうのがあったらいいよ。だからこういうイメージが出る。はいはいはい、うん、作ってください誰か。まああのマスキングテープでいいんだけど。こうピーって引いて斜めにインサイドアウト、うん、そこにターゲットにこう垂直にこうやって線をこうやって置いていけばダダ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 ダってイメージが出るじゃん。あ、確かに。で最後そのフェース面のラインをこうやって小刻みになっていけばこうやってなるでしょ。そういうイメージ作りっていうのがすごい大事で、うん、クラブをこうアウトに振るときにどうしてもさっきも言ったけどこうグリップから出しやすいから、うん、ヘッドを動かしてからアウトにこうやって振っていくんだよね、うん、先にアウトに振ろうとするとこうやってなりやすいから、うん、まずアウトサイドインとか関係なくインサイドとか関係なくヘッドをこうやって左右にこの振る動作も大事、うん、そっからインサイドアウトにそれを変えていく意識の作り方でもいい。あとさっき言ったこのこっち側にこう入るのも、うん、俺右手のこっからまっすぐ吸ったじゃない、うん、5対5だと、うん、均等にこうやって角度ができるじゃんこうやって、うんうんうん、こういう風に、うん、だけど右手まっすぐにすると左が背屈するじゃない、うん、そうだね、そうだからこの向きをねこうやって、うん、そうか、そう、ここ拳から肘とか全部まっすぐ、うん、なってくると左が勝手に背屈する、うん、このフォローするんでね、これ完璧なんだよね。うん、これめっちゃくちゃ良くて、うん、この押し方、ヘッドの押し方がすっごい大事。あと多いのが、ちょっと腕に力がない方とか、あと女性の方が多いんだけど、右手のこの角度をこうしちゃうんだよね。あ、こうやって、はい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 、こうやって、はいはいはい、そう、こう絶対こう。こっちなんだ。そう、こう。こうやってたら力入るの、うん、こうやってたらもう逃げちゃうから力が、うん、だからダウンスイングでこうやって伸ばしちゃう。ダウンスイングで常にこうやってグワッてピックアップしてる。こうやってこうじゃないからね、こう、この絶対こう使っちゃダメ。こうやって、うん、こう使わなきゃダメ。こう、こう使うんだったらいくら使ってもいいよ。こう使っちゃダメよね。伸びちゃダメなんだ。そう、絶対こう使うからクラブは。こうやって。こうじゃない。腕とこう一直線になるのはもうまあこの辺だよね。俺でもなんないんだよね。あ、なんないんだ。俺は絶対こうやってなるから。ああ。こうなんない俺は。ああ、うん。絶対なんない。立てるんだ。うん。アニカ・ソレンスタムっていう選手がいて、アニカ・ソレンスタムがこうやってなんだよ、うん、それがね、俺すごく、あれがいいのかなと思って、うん、高校の時、真似してね、こうやってやった時があった。そしたらこっ切れちゃうかと思った。いいショット打てないし、うん、いい球打てなかったから、うん、もうすぐやめたんだけど、うん、フォローで伸びなきゃいけないみたいなのがあったんだけど、全然関係ないなと思って、うん、もうやめた。こうやって常にクラブを使おうとしてないとダメ。こうやって、うん、もう絶対こう、こうやって、これだけでゴルフ変わると思うけどな。クラブの出す方向と出し方、うん、上半身の回転と角度、もうこれだけっていうよりいっぱいあるけど、でも本当それ一個一個やったら本当変わることしか俺このチャンネル言ってないと思うんだよね。本当それぐらいだから。本当に自分だけじゃなくて、うん、自分も含め他の方が良くなったことしか言ってないから。あ、そうだからね、
なんかうまくいってほしいなっていうよりはうまくいくと思うなっていう気持ちの方が強いんだよね、うんうんうん、腕だったり上を上半身を使う筋肉がやっぱり少ないなっていうのも本当にここ最近も感じるし、うん、もうちょっとしっかりと上を使いこなせる道具の前に自分よね。自分の体が使いこなせないでギアだけ高いのかっこいいの揃えても全く意味のないことだから、うんうん、まず自分の体が使いこなせてからギアだよね、うんうん、いきなりカーボンシューズ履いてもしょうがないってことだね。ああ走ってないのにさ。そうカーボンシューズいくらぐらいするんだっけ。カーボンシューズ3万とか、まあでも安いのだと2万半ばぐらいかな。俺走ってないけど俺がいきなりそんな3万も4万も例えばするのがあるとして、うんうん、そういうのを買って、うん、いきなり42キロを3時間切ったよなんてありえないことじゃない。そんなのだからもうそういうことだよね。そうことだ。ギアだけプロゴルファーのギア使ったって自分の体がこうやってバンってうまく使えてない、要はクラブ持たないで、うん、じゃあ完璧な動きできんのって言った時だよね、うんうんうん、それができないのに、うん、やっぱギア揃えても、うん、なかなかね、ただ難しいだけに残っちゃうから、そうだね、うん、だからそういうことが起こらないようにしていただければと思いますのでどうしたのかなと僕例えばマラソンに置き換えるとか、うん、何かに置き換えるって考えたら分かるかもしれないね、うんうん、だ俺はさ字がすっごい達筆、俺多分中学校高校で一番字が綺麗だったんだけどかといってじゃあ10万円の万年筆使って字が綺麗になるかとか、うん、あ汚いって言ってるのと一緒だね今あのいきなりね高い鉛筆買って勉強がね、うん、あの大学受かるのかなんて、うん、そんなことはないじゃない、ない、やっぱり磨く場所が違うじゃん、うん、でもあれだよ、参考書買うと頭良くなった気がするから。そうなの？買うだけでそうなの？そうだよ、なるよ。いっぱい参考書買うと、ね、5冊も6冊も買うと一気に買うと頭良くなった気がする。ああ、買うだけで。買ってみようかな、うん、頭良くなった気はするよ買うだけで。なるほど、うん、でもなってないよねなってないね、だって開いてないんだから。そう、買っただけだから。そうなんだよね、うん、うち、俺も喫茶店やってるじゃない。おうおう、でお客様で、うん、お客様のこと言ってるわけじゃない、うんうん、例えば俺がじゃあそのうちの喫茶店に来て、うん、字読めないのに、うん、こうやってコーヒー飲みながら、うん、こうやって小説かなんか読んでたら、うん、賢そうに見えるじゃない、見える、ね、俺だよで俺がさそんなことやってたらさ、うん、あいつなんか頭良さそうっていうかなんかね賢そうに見えるじゃない、うん、見える。でも中身俺なんだからそういうものよね、うん、だからそういうのがあるんで、うん、まあまずは自分から体をちゃんとクラブを持たなくてもいい動きができてから次にクラブ、うん、ってなってった方がいいですよね。だから基本の動きを学んでくださいっていう動画をたくさん出してます。大事な動画ですね、うん、あれ左肘の話はいいの？ん？何？何？左肘はだから、うん、伸ばせばいい？ああ、うんとね、そう今危なかった。そう伸ばせばいいのって言おうとしたんだけど、うん、ちゃんとやります。だ結局本当に左肘が曲がる原因って、うん、上半身要は肩回転が不足してることが多い。うんうん、ちゃんと同じ場所を持ってるから本当にフォロースルーで右が綺麗にゆっくりなヘッドスピードでも伸びてくれば左肘って伸びようとするわけよ。でも左手リードって言ってるじゃない、うん、左手リードをしっぱなしの人がこうやってなるから、主導権を握りすぎてる、うんうんうん、フォローはもう両手でも何でもいいから、うん、こうとにかくヘッドが一番自分から遠いところに、うん、こう行けるようにスイングを作っていけば絶対そんな伸びるじゃない。だから飛ばしたい欲だったり何々したい欲、それをフォロースルーを大きく取る欲にしてもらえれば腕っていうのは自然と伸びてくる。できないってことはないのよ。そのこうやってやって絶対こうなっちゃう人だったらしょうがないかもしれない。だけど止まった状態で腕が伸ばせるんだったら絶対できるのよ、うん、
ただ意識が違うだけで、だフォロースルーでしっかりと腕を伸ばす練習、ナイスショットは関係ないんですよ。まずはゆっくりな素振りでも伸びた素振り、そこからその素振りを速くしてって自分の振りたいスピードの素振り、その時にまず伸びてるかどうか。そこで伸びてないんだったら打っちゃダメですよ。まだ伸びてないんだから、伸びる伸ばす感覚っていうのを自分で得なきゃいけないですね。でそれが伸びてきて初めてボールを打ってみようかぐらいの感じなんで、まずは伸びた形を映像なり誰か知り合いの方とかに見てもらって、伸びてるよって言われたらじゃあボール打ってみようかっていうぐらいの感じですよね。なのでその、まあ、順序というかしっかり伸ばせてからボールを打つようにしてみてください。直接レッスンの時に左肘のことは言わせていただきますので、もし曲がってる方がいれば、あと伸ばして左行くっていうのはありませんし、肩回転してくださいって言って肩回転して左行くっていう時は軸が左に傾いてる時なんで、軸はキープしてください。むしろこう左行くんだったらこうやってやってあげれば簡単に右に飛ぶんで、その、まあ、調整をいろいろしてあげること、いろいろやることは大事なんで、それを練習場でやってみてください。はい、じゃ気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。